こんにちは、ナピです。今日はこちらのリーメンとプチフルーツパーラー、はい、では早速開けていきます。じゃん。1番フルーツパフェ。中のゼリーの部分透明なの。よくこういうのはさ、ただ色の塗り分けみたいな感じになるところをさ、美味しそう、かわいい。お皿にはプチフルーツパーラーって書いてある。このパフェ用のスプーンも入ってました。シルバーじゃなくてさ、ゴールドってとこがおしゃれ。ティーカップ真っ白で縁のところが金になってる。ここにこれはミルクティーかな。あと紙ナプキン、これにもプチフルーツパーラー書いてある。かわいいセット、プチっていう雑誌。2番フルーツタルト、1ピース取れるよ。わーわーわー、これも透明の部分がある。すごい美味しそう。これが1ピース取れるよ。細かい、なんか高級感がすごいね。シャインマスカットのタルトもある。これはこれかな、一つ分のトレイがついてました。お皿、お皿も可愛い形だね。これとこれがサーバー、これを取ると。商品ポップ、レースペーパー。3番季節限定パフェ。これが椅子、品のある椅子。このパフェもここ透明です。シャに構えるみたいに斜めにこう刺さってるからいっぱい入ってる。これパフェってクリームが大量に入ってたりするんだけど、そんなパフェじゃないよこれ。お皿とゴールドのスプーン、あと同じゴールドで呼び鈴、ポスター、季節限定ぶどうのパフェ。4番ワッフル。お、ちょっとさっきより大きめなお皿。ワッフルが3つ、表側に粉砂糖振ってある。ここにバニラアイス、キウイ、オレンジも透明で美味しそう。なんだろうなこれ、ゼリーかな。まあ別にこの彩りが可愛いから何でもいい。ここにメープルシロップかな、蜂蜜かな。ナイフとフォークはゴールド。パイナップルかなんかが入ってるジュースかな。レモンがついて、これはミント。コースター、おしぼり、紙ナプキン、予約札。5番本日のケーキ、トレー。おしゃれだね、お上品なトレー。くにゃくにゃしてないです、ちゃんと硬い素材。これがケーキ、結構ね大きい。いいね、これぐらい大きい方がさ映える。この札とかまでみんなくっついてるから取り扱いしやすい。なんかこれ果物入ってる感じでしょ、パイナップルかな。あ違う、これメロンだ、皮が緑だもん。これは白いちごのロールケーキかな。だから真っ白。最初のこの三角のとかも乗るよ。あーすごい、フルーツチョコの箱。6番フルーツサンド。あ、テーブル入ってます。あ、これでテーブルと椅子。お皿にソースがくっついてます。で、これがフルーツサンド。これはなんだろうな、シェイクみたいなのをこう注ぐのかな。白桃ジュースだって。さっきのワッフルに入ってたこれも
フルーツティー。7番白桃尽くし。はい、これは桃のパフェ。これもちゃんとジュレ部分とクリームとこの桃いっぱい入ってる。パフェにはお皿とゴールドのスプーン。桃の紅茶、いっぱい桃が入ってて美味しそう。透明のティーカップに紅茶。メニューを切ってここに入れる。こうちょっと挟めるようになってます。ここに挟むメニューがついてます。それと紙ナプキン。8番お持ち帰り。あ、今度はチョコレートといちごのケーキ。これがここに乗るんじゃない。これはずっと見てられる可愛さだよ。持ち帰りだから保冷剤。お土産用のゼリーが入ってるってことかな。美味しそう。え、これちっちゃいサザエさんこっから出てきたらすごい可愛いんだけど紙のものがいっぱい入ってる。ここにこれが入る。箱がぴったりサイズ。かわいい。こんな感じで2個入る大きさですね。それに保冷剤を入れると。紙袋、ケーキスペーサー。ミニシートをいろいろ切ってみました。かわいいおしゃれなチョコができました。でもね、このメニューも入れてみたら分かったんですけど、本当は多分ここ2つ折りにこうなるようなメニューの開いたとこなんですね。ちょっとこの100均の透明ケース、細長いタイプのもの、これケーキ入れて使いたいなと思うんですよ。いかがでしたでしょうか。またこの動画は短いバージョンでしたので、長いバージョンの動画もお楽しみに。今回もご視聴ありがとうございました。